私の好きなミツルさんはおじさんからお店をもらい、二人一緒に暮らすんだと嬉しそうに話してたけど、私と一緒になるのだったら、お店を譲らないと言われたの。お店を譲らないと言われたの。私は彼の幸せのため身を引こうと思ってます。二人一緒になれないのなら死のうとまで彼は言った。だからすべてをあげたこと、悔やんではいない、別れても悔やんではいない、別れても もしも差別がなかったら、好きな人とお店が持てた。部落に生まれたそのことのどこが悪い、何が違う。暗い手紙になりました。だけど私は書きたかった。だけど